動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年2月の18日木曜日でございます。今日も日本列島大変寒い一日となっております。皆さん体調管理には十分注意してください。それでは本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。昨日のね、仮想通貨ビットコインですけども、節目となります5万ドルを突破いたしました。日本円にしますと525万円から530万円の価格ですけども、ここを突破しました。でまた本日もですね、高値を追ってる展開でございます。でビットコインですね、時価総額が実にですね100兆円をね突破いたしました。そういうねニュースがございます。でさらに仮想通貨の時価総額第2位となりますイーサリアムですけども、価格がですね20万円をね突破いたしました。そして IOST ですね、仮想通貨 IOST、 こちらがですね今年の年初からの価格が実にですね8倍になったという、そういうねニュースもございます。ニュースで大変にぎわっております。で昨日のニューヨークダウですけども、3日連続ね高値を更新した、まあそういうふうなね、今日は内容となっております。それではね、それぞれねまた解説していきたいと思います。まずね、昨日のねニューヨークダウですけども、3日連続でね最高値を更新いたしました。17日のニューヨーク株式市場、ダウ工業種、工業株30種平均は3日3営業日続伸し、前日比90ドル高の3万5613ドルと3営業日連続で過去最高値を更新して取引を終えました。これにはですね、アメリカのね、有名な投資家でます、ウォーレン・バフェットさんがいらっしゃいますけども、ウォーレン・バフェットさんが率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが株式の所得をね開示しました。それによりましてね、その銘柄などが買われ、相場をね押し上げたということでございます。一方ですね、ハイテク株主体のナスダック総合指数ですけども、こちらは82ポイント安とね 13,965 ポイントね続落いたしました。ダウは高く、ナスが安かったという昨日の相場でございます。ウォーレン・バフェットさんのねバークシャー・ハサウェイですけども、何を買ったかと言いますと、通信のベライゾン・コミュニケーションズと石油のねシェブロン、この両社のね株を買ったということで、こちらの両社ともね大変高くなっております。一方アップルなどね IT 関連の一角が売られました。あとですね、 IT 関連などね、グロース株は、まあ弱い動きで、どちらかというとエネルギーや銀行株などね、そういう景気敏感株の方にね資金はね流れてる感じですね。まあこの流れがねどういうふうにね動いていくかというところですね。そしたらですね、それを受けました本日の日経平均株価ですけども、本日の日経平均はですね56円安でした。3万と236円ということですね。まあ小安くね取引を終えました。18日の東京株式市場ですけども、日経平均株価は小幅に続落しました。前日比ね56円安ということで3万236円。朝方はね、本日の早朝のねニューヨークダウが好調だったということを手がかりにね、高くなったんですけども、まあ、歴史的な今水準のね高値というところでね、高値警戒感というところでね売りが強くなったということでございます。まあ、それでもね日経平均ねしっかり3万円台を回復しておりますのでね、大変こう力頼もしいと言いましょうか、そういう感じですよね。本日はですね、日経平均の寄与度の高いファーストリテイリングの値上がりの効果が大きかったということですね。本日はこのファーストリテイリングだけで日経平均を170円ほど押し上げたというから、すごいですね。時価総額とうとうね NTT 上回ったそうですよ。ユニクロさんすごいですね。ファーストリテイリング4700円だが 4.58% ありまして 107,350円、すごいですねファーストリテイリングね。9983、そうですね、はい。で今日のね為替なんですけど、為替の方はですね、
ドル円ですけど105円と803円、まあ、105円の後半で推移しております。ユーロ円は127円ですね、127.497円ということで127円の半ば。オーストラリアドル円は82円ということですね。円、そうですね、まあ、ドル高傾向はやっぱり続いてるんですけどね、まあまだここ、まあ、引き合ってる感じですかね。そういう感じでございます。ではね、仮想通貨の方ですね、いろいろまたニュース出ておりますけども、ビットコインですね、時価総額がとうとうね100兆円をね突破いたしました。これがねどれぐらいかという、どれぐらいの数字かと言いますと、東京マーケット、東京市場ですね、東証一部の時価総額が730兆円です。でアメリカのね、企業アップルが237兆円ということで、アップルがね、株式会社としては一番大きな時価総額なんですけど、237兆円ですね。でビットコインが100兆円ということですね。ちなみにテスラ自動車は81兆円で、トヨタ自動車は27兆円ということですね。まあそういう価格の中でとうとうビットコイン、仮想通貨なんだけどこれビットコインオンリーですけどね、100兆円を突破したということで、次にねどこら辺を目指していくかというところですよね。もちろんあの企業ではね、アマゾンやグーグルなどはまだビットコインより高い価格にあるんですけども、いずれやっぱりこの一番ね時価総額の高いアップルをね、アップル超えになるかというところですね。アップル超えになるとまだ今から2倍以上のね、2倍ぐらいの、ね、数字がありますけどね、そこら辺を目指すとまたビットコインの価格もね上がっていくでしょうし、どうでしょう。でちなみにですね、アメリカの SP500 ですね、こちらは時価総額が3760兆円ということですね。なので今そのアメリカのね、まあ、株式に回ってるお金のね、まあ、数パーセントでもまた仮想通貨の方に回ってくることがあると大きく押し上げる要因にはなりますよね。そういった感じで注目でございます。で仮想通貨ね、時価総額が第2位のイーサリアムですけども、とうとう20万円台に乗ってきました。イーサリアムなんですけども、これね先物でね、取引が始まったんですよね。イーサリアムは CME 先物で、取り扱いを開始したということで、まあ、機関投資家などにね、関心が高まっているということですね。先物で始まったのが売りから入ることもできるのでね、ビットコインはできてたんですけどね、続いてイーサリアムも先物での投資が始まったということですね。今月の8日からこれ始まりましたですね。で今ね、大変ホットなのが IOST ですね。これはね国内の取引所コインチェックなどでね、買うことができるんですけども、昨年のね9月からね、国内大手コインチェックでね上場を果たしました IOST ですね。これはね、前日から 34% 高の 4.3 円とね大幅上昇しました。で IOST は年初、今年の初めの時点ではなんと 0.5 円でした。それがですね現在はね、4円台ということで、実にね8倍ですよ、8倍まで急騰しております。これもちろんね、日本で取り扱えるコインの中では IOST がね今年の初めから現在までの価格の中で一番の急騰を見せておりますね。 IOST これねどういうものかと言いますと、ブロックチェーン技術をクレジットカードと同レベルで利活用できるようにすることを目指し、2019年2月にメインネットをローチンしました。ネットワークでは次世代のコンセンサスアルゴリズムにより公平かつ高速な処理能力と非中央集権性を実現しているということですね。もうすでに、ね、国内においては再生可能エネルギー電力の取引システムや実証実験や、精密医療や患者ケアに関するデータ管理の研究開発などが行われているということですね。まあ、このように、まあ、IOST、単なるこうブーム化してるだけではなく、ちゃんとですね、基礎のあるものに大変コインとしてもね価値の高いものがね今すごくこう注目を浴びてね値上がりしてると、そういう感じですね。現在価格がね一番になりました IOST、まあ、でもそれでもまだねあの4円台、まあ、その金額のね数字だけではなく時価総額が大事なんですけどね、数字的には4円台ということでね、まあ、買いやすい感じには見えますよね。
ビットコインが500万円に対して IOST4 円ということですね。もちろんこれ時価総額は加味しないですけどね、数字だけではそうなりますので、まあ、注目も集まりやすい上に、大変このコインとしての、ね、価値も高いということでね、注目を浴びております。それでですね、現在のね、17時現在仮想通貨の、ね、価格を見ていきたいと思います。ビットコインですけども550万円台に乗っております。現在ですね、17時現在551万5千円ということですね。ここからビットコインね、とりあえずどこまで目指していくのかというところですね。あ、ちなみにですね、カナダの方でこのビットコインの、ね、ETF が、ね、また承認されました。もう今週に入って2例目ですよ、2例目。いやー、これすごいですね。これ、まあ、ETF がこれが今度またアメリカなりね、他の世界で、ETF 承認されることになれば、このビットコインがまだ怖いなと思っている方も多いと思うんですけども、まあ、安心して買いやすくなるんじゃないかとね、そういうことで大変大きなニュースですね。カナダの方で実に今週に入って2例目です。そのビットコインですね、17時1分になりましたけど552万7千円となりました。でね、イーサリアムです。時価総額2位のイーサリアムですけど20万円を超えてですね、現在20万2千円ですね、昨日と比べて 6% の上昇。さあ、イーサリアムもね、米ドルでのやっぱり2000ドル、ここら辺が目安となってくると思うんですけどね、まずここを目指して、アルトコインではね、史上最高値を超えてるイーサリアムですけどもね、またさらなるね、上を目指していきそうな勢いですね、イーサリアムですね。続きまして、イーサリアムクラシック、こちらね1623円でございます。でリスクは364円ですね。イーサリアムクラシックが 5% 上昇で、リスクはね、昨日と比べて 8% の上昇を見せております。で続きまして、リップルですけど、リップルはね58円台ということですね、まあ、4% ほど上げてあります。でネムですね、ネムはこれは大きく上げましたね。現在44円、 10% を超える上げでございます、ネム。でビットコインキャッシュは75,991円、 1% の上げ。モナコインはね、5% 上げました、273円。でステラルーメンは 6% 上げ、53円ですね。で IOST ですけど、現在価格がね4円と、246円ということですね、4円台。 IOST ね、やっぱり今すごく、活況ですよね。どこまで上がっていくでしょうか。そしてエンジンコインですけども、現在ですね60円、こちらもね、エンジンコインも60円上げてきましたね、そういう感じでございます。まあ、このようにですね、仮想通貨、まあ、ビットコインもね、史上最高値を現在更新中でございます。で次から次へとね、ファンダメンタルズの面でも、いいニュース、グッドニュースがね、どんどん出てきております。お金の流れはね、今ビットコイン仮想通貨の方にね、集まってる感じですし、まあ、他のね、株式や、債券、コモディティなどもね、やっぱりね、高くなっておりますね。原油などもね、上がっておりますしね、という感じで今本当いろんな投資ブームでございますね。はい、また、これからね、お金の流れね、一番こう多く流れるところにこう乗っかっていくのが投資をね、する、個人で投資される人たちはね、それがやっぱり、お金を、資産を増やすには有効な手段だと思いますので、ぜひともね、このお金の流れにうまくね、乗っかってもらえればいいなと思います。はい、以上、本日は2021年2月の18日金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。